せーの、堀内はい声優プレイ。さて今回は、今回の企画は声優業界まるまる列伝。はい、どういうことですか？例えば、守護列伝とか、うん、優勝でしょうね、うん、あとは変態列伝。変態列伝全部俺優勝じゃないですか。ダジャレ列伝、ダジャレ3位ぐらいになれるの分かるんですか？3位ですか、はい、嬉しいですね。あの以前ドラフト会議の時に、僕たちがどうやら言ったらしいんですよ、こういうのどうって。覚えてますか？言ってしまいましたね、確か列伝こういうの面白いですよって、うん、でもいざやるとなるとね、変なものは言えないですもんね。そうなんですよ、でこの企画では〇〇列伝と題して、テーマに沿った声優業界のお話をしていきます。で今回のテーマは声優業界いい人列伝なんですよ。2人ともこれまでの声優業界で出会ったいい人とそのエピソードを3つずつ用意しています。で、まあ、今これ僕言ってますけど、今僕用意してないんですよ、今考えてるんですよね。いやだってそれはもう用意するもんではないですよね。そうなんですか。その時に考えたんだけど、いやあの人よりもこの人いい人って結局、自分にとっていい人ですよね。そういうことなんですよね。だって全般的にいい人っていうのは八方美人じゃないですか。ですよ ね、いい人って例えば都合のいい人もいい人ですよ。あ、いい、もうそうですね。理屈っぽいですね。だけどだからあの人より俺の方がいい人じゃないかって思う人が出てきたら困りますね。困りますね、しかも業界のいい人がもう2人ここに来ちゃってますからね。そうですよね、惜しいな。あと1人しか書けないですから。書けないですよね。兄さん真面目にやりましょうよって笑顔で言ってくるんですよ。スタジオに彼女がいるだけで、なんかねこうパッとこう明るくなる。まあ、これはね、これは納得すると思いますよ。はい、誰が見てもいい人ですよ。僕からですか？はい、亡くなった人でしょ。この人亡くなってない。ちょっと待ってください、1位とか必要ですよ。せーの、ドン。いや、亡くなってないよこの人。しかも一番うるさいから。いやいや、この人のいい人エピソード本当数えきれないぐらいあって、どれって言えないぐらいいっぱいあるんですけど、あの僕普通ね、新人の頃僕たちって多分最もライバルになる関係性だと思うんですよね。でも一緒に飲み行った時にその後にあの僕がこう言ったよみたいなことをちょっと面白おかしく言って、業界に僕のことをすごくねいい感じでアピールしてくださって、おかげで僕今日まで残ってこれたかなっていうふうに思ってるんですよ。それあとやっぱりライバルという気持ちがあるから、その気持ちがあった堀さんこうなんだな、じゃあ僕も頑張ろうっていうのはすごくいつも思えて、ちょっと僕にとって一番いい人です。なんで泣かそうそうそう。ねえ、プロダクションバーボーって入った時にもう彼はもうすごいスターで、そういった意味で言ったら僕はちょっといろいろ早見翔っていう人間をまあ先方とともに人間的にちょっとユニークにするにはどうしたらいいと言うんで、2人で飲み行った時にね、早見翔は絶対言わないんだけど、例えばステーキの焼き方をね、ウェルダンっていうのをウェルカムで焼いてくれって言ったとか、そういうふざけたみんな嘘っけい嘘ばっかつくって言いながら、彼が言いそうなことをちょっと誇張していろいろ言ったことがあるんですよね。それが結構みんなが、あ、翔ちゃんだったらあるんだろうな、あるかもわかんないよ、もし2枚目で言ったら面白いねみたいな。そう、結構ねそういうもので、それはでも彼はそういう意味で優しいからそう言ってくださってますけど、それは僕が上がるためでもあったっていう。でも2人が上がれたってのはよかったですよね。そんな感じですよね、はい、じゃあ堀内さんですね。はい、はい、これは絶対行く。はい、もう、ね、この彼の笑顔はもう国宝級ですよ、ね、はい、彼の良さというのは、彼が嫌な顔をしたこと見たことないでしょ。ないです、はい、ニコニコしながらちょっと時のあることも言うことあるけど、言うことがあるけど、でも男らしいんですね、彼はね。嫌な感じも全然しないしね。必ず俺がもうイベントとかでふざけてると、ケインさん真面目にやりましょうよって笑顔で言ってくるんですよ。そこはちょっと嫌なとこですけどね。いやでも平川大輔君はもう本当に思いますよね。え、うん、ねえ、いいですよ。じゃあ2人目2人目かけましょうよ。ちょっと
真面目に書いてください。真面目に書きますよ、はい、見えてるし見てるしあ、俺も書くんだ。そう、俺も書かなきゃダメなんですよじゃあ僕からですね、はい、田村睦美さん、あ、可愛いですね、しかも、うん、神木の僕に心って書くんですけどね、ちょっとめんどくさいんでひらがなしました彼女ね、本当にすがすがしい挨拶でスタジオに入ってくるじゃないですか。田村ですみたいな、なんかそう違いますね、すがすがしく、睦美です、田村睦美ですってこう、あ、フルネームで、うん、スタジオに彼女がいるだけで、なんかね、こうパッとこう明るくなる、明るく、うん、あで、あの細やかな気遣いで、なんかちょっと飲みに行ったり、みんなでバーベキューしたりしてすごくね優しくてね、もう本当にいい子、いや、うん、うちの息子の嫁にしたいですもう息子に嫁はいますけど子供もいるじゃないですか何言ってるんですか田村睦美さん僕も好きですよ、はい、結構ね、僕も飲んだこと全くそうですね、本当にいい人だと思います。あ、でも結構いい人っていますね。います。で、彼女がね、初めてイベントで MC をやった時一緒にいたんですよ。普段の彼女から考えるとそんなのもこう普通にできると思ったら、ものすごい緊張して、もう汗いっぱいかいて、またそこがいい人だと思った。いや、それはいい人というか、かわいい人に見えたわけでしょ。いい人ですよ、俺が汗かいてる時なんか全然もう嫌だなと思ってさあ、じゃあ堀内さん、じゃん、浪川大輔。ちょっと待って、なんか大輔つながりできてる大輔イコール大好きっていうことで、大輔つなげていく。あ、大輔のすみません、それ3人目はもう小野大輔にしようと思ってたのが、もうそんなことバレちゃったら山田に岸尾大輔もいますね、なんかはみ出しちゃうからはみ出しちゃうからね。浪川君どういうところですか。浪川君って、すごくああ見えて、男気があって、ああ見えてったりするんですけど、男気があって意外と嘘をつけないタイプで、あの大会系 の、あの人間じゃないですか。あのその辺が結構ね、いい人だと思いますね。人を裏切ることはない、彼はない感じがするんですよね、なんかこう堀内さんに特別な、なんかそのあ、ここがいい、これがいい人だって思ったら何かあるんですか、思い出とか。いや、俺が困ってたりすると、ああ声かけてくれるんですよ。え、なんか蜘蛛の巣に引っかかったりした時ですか。もう蜘蛛の糸を切ってくれるタイプでしょ彼は。だからあのね、やっぱ人の顔色を見るってのがうまいって。僕はなんかちょっとこう見えても落ち込んでるかなっていう時に、ケンさん一杯飲みに行くみたいなことを言ってくれる、会うと、そういう気遣いがあっていい人だなと思いますね。やっぱり上に立つ人ですよね。そうですね、よく飲みに行きましたね。で意外とね、真面目な話してるんですよ。本当に、僕天才子役って言われてたのに、もう全然なくて、現代に至る時、途中からまた浪川君復帰してって、ずっと休んでたのって言われるんですけど、ずっと僕ね、仕事はなかったんですよって。なんかそれが信じられないよね。もう十何年仕事はなかったんですってもね、よくあの寿司屋で話しましたよ、でその時何をそう思ったら、もう親父の手伝いしたりしてずっと働いてましたよってね、そういう苦労話とかお礼するんですよ。あんまり面白いこと言わないよ俺に。それで二人の絆ができた。いいですね。二人であのお寿司屋で、これね、魚辺でこれ書いてなんて読むんだって言って、二人でいつも、いや、これ何でしょうかね、漢字です。何って、すいません、マスター、漢字が書いてある茶碗ある、みたいな、ったら、あるよ、つって、よし、勝負だ、つってよくやりましたよ。僕、浪川君とね、あんまり飲んだことないんですよね。あの作品でも、本当にレギュラー、多分2、3回しかなくて、でもやっぱりあの笑顔がもうキュートだよね、すっごく可愛い、ただ同じオーディションを受けて浪川君が受かったことは忘れませんちょっと待ってください、なんで同じオーディションなの、全然違いすぎない。今度でも有名な作品ですけどね。有名作品、聞きてえな、ね、刀を持ってるキャラでね、刀
ったな。あもう分かった。はい。そうですね。はい、ここでね、本当はこう早見翔にしようかって悩んだんですけど、うん、それで堀内健に来て早見翔って言ったら、うん、あたちってさ、ね、おかしくねってみたいな感じになったんですね。分かる分かる。これ結構意外とね、業界の人が見てるっていうのがもう分かっちゃって。はい。なんかいろんな人に言われますよ。言われますよね。うん、だもう本当心から檜山見てないだろうな、よかったな。檜山は来られちゃうな。檜山見ないタイプ。檜山見ない。やられたらだって油を注いでくるから俺もまたかぶせていっちゃうと、どちらかちょっと俺がで面白おかしく言っちゃうから、ね、悪者は大体俺になるんだから。そんなこと気をつけてくださいね。気をつけましょう。3人目はですね、はい、もうちょっとこの方はもう、お亡くなりになってるんですけども、はい、かゆみ家政さん、ね、これ皆さんね、今これを見て、うん、まあ、ネットで調べていただいてると思いますけど、うん、僕も大好きな声優でした、ね、本当に僕ら子供の頃から吹き替えでこの方のもう声聞かない日がなくて、はい、ね、まあ、そういった意味ではすごく憧れの大先輩、あれですよ ね、 あのね、キーワーサザーランドのお父さんとか、ね、うん、はい、やってましたよ ね、 ね、ドナルドサザーランド、ね、そうで、あのとちんないんですよね、そうで知的 で、ね、でなんか物静かなんですけど、ね、僕4年ぐらい、ね、あのラジオ CM のレギュラーご一緒させていただいて、で2人でブースでずっとこう狭いところでずっとお話をしてて、はい、もうその博識と、はい、あとビールが大好きな会社、はいはい、ビールに対するうんちくを毎週聞かさってもらって、はい、でもその番組やってることによって他のスタジオでお会いしてもものすごくね、はい、あの親しくしてくださって、はい、本当に大好きな先輩でした。僕はもう家に遊びに通ってありますよ。あ、本当。それでね、あの僕はね、あの一番あの人で思い出すのは、うん、赤坂見附の見附の絵、うん、あの目付じゃなくて見附のね赤坂の赤坂見附の駅のあるじゃないですか、このかかあの踊り場みたいな、下がもうずーっと長い、はい、なんかエレベーターみたいな、はい、あのエスカレーターみたいになってでしょ、うん、このここに上のところで、かゆみさんかゆみさんって言ったら、あははははって元優か今日は不吉だねって言ってまあそういうね、そういう人、そういうちょっとこう、そのジョークがまたおしゃれなんだね、かみさんね、そう、うん、まあ素敵な方です。なんか本当にね、僕その時ね30代だったんですよ、だからあ50の半ばぐらいでこんな素敵な男性になれたらいいなって、もう憧れていました、いやわかる、僕も大好きです、うんうん、でもその世代の人でね、もう うん、もう書ききれないですけど、うん、藤本譲さん、有本金龍さんとか、はいはいはい、もうねお亡くなりになっちゃったけど、うん、本当に僕も大好き、お世話になった方、お世話になった人です、いい人でした。もう酒なんか飲みに行くじゃないですか、うん、おと、うん、まだ飲めるぞって言って、いやいやもうやめた方がいいですよって言って、大丈夫、そんなことでビビるようなダメなんだお前はっつって、ほんでこれ和尚さんのものまね、和尚さんのですねあ藤本さん和尚さんってね、はい、ダメなんだっすって言って、じゃあちょっとトイレ行ってくるわっつったらさ、こう開けてそのままあれあのトイレの方向間違えちゃって、あの厨房の方に入っていったりさキャーなんて言われて、和尚さんがケンやっぱもうお開きしなきゃダメだなってあこれあの名前を伏せてください多分怒られちゃうね、お嬢さんに怒られちゃう、はい、もうそういう方たちばっかりで、うん、お酒の席もさ、まあ、あと芝居のことをね、うん、教えてくれる人多かったんですよね、そうかったです、例えば青野武さんなんかは、もうテストの前にご自分でずっと台本もずっと見てセリフを何度も何度もね、こう本意気で喋ってらして、そうそうそう、でマイクの前に立っても、で前言ったかな、あの青野さんの手のひらに汗びっしょりかいてらして、青野さんどうしたんですか、いや僕いつも緊張しちゃうんだよ、大ベテランが、それでも緊張なんてそんな全く感じない本番のね、もう青野さん緊張したことあるんですよ、俺本番で飴食べたんですよ、うん、その飴を横の椅子に置いて行ったんですよでそこに青野さん座っちゃって、俺の飴をかけたまま喋っちゃってどうしようかなってで、お尻に食いつくわけにもいかないし、もうね、ダンサーすいませんって、そういう時もう一言さ、アメージングって言えばよかった私はですね、じゃあどうぞどうぞ私は、はい、これどうだ、あー何ですか、何ですか、何ですか、
いやいいですよ。いやうちらよく飲みましたもんね、みんな若い時に。じゃあ名前言ってください、あそうですか、松本理香さんですよね、はい、サトシ君ですね、サトシ君ですね。あとビバヒルなんかもずっと一緒で、うん、本当に昔よくねうちら飲んで、うん、もう行きつけのバーとかで、静かなバーですよ早見翔行きつけのバー、はい、僕はスコッチをラブで、ね、行くところ、そこに俺堀内君に言うと松本理香行くとうるさいんですよ。もうそうよか多分本当このぐらい喋ってるとこね、経由さんって言われてねそこで俺もなんだよなすいません、あのお二方お帰りになってくださいその店の人行きつけの店で出てってくれって言われて迷惑ばっかりがね、ちょっと俺酔ってねグラスをね肘で割っちゃった。そうあれしかもね結構ねあのクラシックなねバカラのねクラス割ったんですよねそんなバカラすいません、いやだから分かる分かる、そういう意味では、うん、もううちらはもう窮地の中 で、ね、昔一緒にもうずっと生きてきたっていう感じ で、ね、あえてこの彼女にいた、まあ、青春の中にいるね、そうですよね、だから面倒見もいいし、うん、ちょっと具合が悪かったりするとあの調子悪いっていう話とか僕は伝わってくるとすぐ電話くれて、LINE くれて大丈夫ですかとか言ってくれたりする優しさみたいなもの、まあちょっと自分のことになっちゃって申し訳ないけど、そういう気遣いはそうですね、でもまあ堀さんが好かれてるからですよ。好かれてますじゃないですか。まあ、でも全然そうですよ堀内健雄大好き声優の中に松本理香は入ってますよ絶対的に。本当ですか、うん、やばい今日 LINE 打ってみようかなそうそう2人で旅に出ようって何言ってるんですかそんなこと言ってでも本当にね、うん、あの気さくで面白いです、ね、そうですね面白い子でした、今回僕らちょっと本意気で考えてみましたよね、いい人列伝、これまた参考にしていただいて、まあなんか列伝考えたいですね。そうですね、今は出ないけどまたいいの考えます、お楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。